ルセラフィムは最近、高級デザートブランドアウフグレットとのコラボレーションを発表しました。アウフグレットは、黒いクロワッサン抹茶溶岩ケーキが最も有名な店です。コラボレーションはデザートケーキ5種とドリンク3種のシリーズで、2024年2月16日から3月31日までソウルのアウフグレットカフェで販売される予定です。ケーキはメンバーごとにテーマが異なります。各ケーキは洗練されたデザインでとても素敵だと話題を集めていますが、特に注目すべき点はケーキとドリンクの値段です。各ケーキの価格は15000ウォン日本円で約1700円です。ブルースワン、ホワイトドット、パールブルー、ブラックフェザー、ベビーロータスから選べます。また、ドリンクの料金は8000ウォン、日本円で約900円です。これらの商品はグッズとみなされますが、実際の価格はソウルの通常のカフェの価格とほぼ同じです。商品の品質を考慮すると、ネチズンは手頃な価格に驚き、喜んでいます。韓国のネチズンは、最近の近所のカフェでも、味のないケーキ一切れに8万5000ウォンの料金がかかります。コラボ商品の価格は親切だと思います。この値段なら大丈夫。うわぁ、デザインがとても丁寧に作られていることがわかります。驚きです。価格も悪くないようです。1万5000ウォンなら大丈夫そうです。超ミニサイズのいちごケーキは1枚あたり、8000ウォンから9000ウォンなのでこの値段は安いですね。コラボなので見た目もいいですね。アウフグレットってもともと高価じゃないですか。コラボ商品の価格は安く設定したのでしょうか。最近の生活費に比べたら安いですね、など反応を寄せています。昨今のカフェの値上がりを考えると、このデザートは間違いなくリーズナブルだと言えるでしょう。一方、ルセラフィム、サードミニアルバム、イージーは2月19日午後6時に発表される予定です。これに先立ち所属事務所はタイトル曲パフォーマンスは、オールドスクールヒップホップダンスを前面に掲げることを明らかにし、さらに期待感を高めています。